最後にパーティーに来たのはクールに見えて実は熱い男の子。だから私はこうして彼に手を伸ばしたの。今私がメインにしてるようにね。私と最後のダンスをしてくれない？何を考えてるのメイン？可愛い女の子とダンスするときは気をそらしちゃダメよ。いえ、ただ彼らは皆集まった、そうよね？ええ、だからパーティーもゆっくりとクライマックスに向かうの。次はお客さんたちの入場を歓迎しましょう。一人目のお客さんはパフォーマンスを見せてくれるのよ。あら、ちゃんと観察してるのね。そう焦らずにもう少し付き合って。さて私の運勢はどうかしら。ラッキー。これはもう一人のお客さんの得意分野のようね。エリシアの本当の力なら私もその期待に応えないと。じゃあ私がメイの姉ちゃんを手伝おう。パルド？そんなに驚く？メイの姉ちゃん会計がまだ済んでないよ。それにエリの姉ちゃんを失望させられないよ。そうだよね、空夢無常。私の幸運を半分分けてあげる。避けないでね。負傷は短いものですが意志はずっと続いていきます。あなたの色空に広がる群星みたい。だから無限を超えなさい。がっかりさせないでよね。あんたが輝かせた極光だ。この刀があれば刹那は永遠になる。避けないでね。影で瞬戦は私の好きな色で染めてあげる。典型を持って道を切り開く。さて
万物の汚滅を見届けろ。ここは君のステージだ。螺旋の喝采を届けよう。この黄金の歌で運命の旋律を奏でましょう。戒律は不要。私たち十三英傑を。こっちよ。ずいぶん気に入られてるのね。気をつけて。忠誠の名をもって後世に語り継ぐ。刻印の力が集まってくる。いつもと同じようにあなたを導いてる。そうでしょ。ほら、彼らはここにいる。このパーティーを見届けてるの。メイがやり遂げたから。メイが十三英傑に認められた人だからよ。かっこいい一撃でしょ。はあ、よっ、先陣しと、よっ。最後の花向け、最も盛大な閉幕だから、悔いは残さないわ。あなたの全てを見せて、エリシア。おいで、メイ。ようやくパーティーはクライマックスを迎えたわね。メイ、意外だった？起源の律者、私のもう一つの名前はどうだった？起源の律者？ごく普通の人間の女の子。感想はそれだけ。こんな雪景色は気に入った？どうしても選んでほしいなら、情熱的なあなたを選ぶわね。受け取ってね。合わせにくい。剣伝説だから、メイはもっと積極的にならないと。
け取ってね。私からのプレゼント。星が落ちるときは願い事を忘れないでね。ここに降臨せよ。この花ちゃんと受け取ってね。そろそろ出発の時ね。私ってばすごく高く飛んだわ。見た？もちろん、はっきりとね。あとを残してね。よっよっ。ぼしぼし、ここに降臨せよ。Thank you.